バージンロードを、弟さん、妹さん、それからお母様、と引き継いで私のところに、嫁いできてくれる恵子ちゃん、すごく大切にされてるんだなと感じました。そういう彼女を、しっかりと守って将来の夢を叶えていきたいなと思います。嬉しいこと悔しいこと一番に伝えたいのに空回りばかり、oh, 嬉しい時悔しい時探し求めても見つからない君もそうなの。 When you're sad in the dark すぐにわかるよ。 I'm not gonna give up tonight 不器用だけど隣にいるよ。私祈る